すみませんちょっと涼しくなってきましたね。こんにちは。すみません、今龍角散食べてて急いで噛んでますちょうど朝8時過ぎに来たんですけども、もうすごい日差しで、で先月ものすごい暑かったんですよね、はい、でそう考えたら日焼けだいぶマシになりましたね。です、いや帰りわからないですけどまあそんな感じで、ちょっと急いで階段で、あの左側にめっちゃ残ってるんで、歌いながらこうね、いやもう早く噛み砕いてください。あ、噛み砕いてはいるんですよはい、ということで皆さんね、本日第4回味わいにぎわい結び園広場お越しいただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。いやちょうどね、カンカンデリやったんですけど、ほんまですよ、なんでです、なんでなんですかね。いい具合になりましたねなんでなんですかね。はい、嬉しいですね。嬉しいですね、確かに、ね、ちょっと背中にこう刺されるとね、はい、暑いんでね、ちょうど良い気候で、でもね、まだまだ熱中症ね、あると思いますのでね、皆さんも水分補給など気をつけていただいて、はい、楽しんでいただけたらと思います置いていかれましたはい、ということでね、本日は昭和歌謡やオリジナル曲などなど歌っていきたいと思います。1曲目は異邦人をね、カバーさせていただきました。
皆さんもよくご存知の昭和歌謡だと思うんですけれども、はい、続きましてもね、皆様ご存知の曲だと思います。こちらね、ぜひ一緒に口ずさんで歌っていただけたらなと思います。この曲は、はい、最近梅田 の、 ドン・キホーテというところで、そのお店の前でずっとストリートライブを月3回ぐらいですか、まあ、させてもらってるんですけど、なかなか心の折れるライブでございまして人が止まらないんですよね。やっぱり世間の冷たい、心冷たい感じといいますか、はい、やっぱりみんな忙しくしてはるんで、でもそんな中でもやっぱりね、スーツ着た人がパッとこう泊まってくれたりとか、ね、たまに変わった人が泊まってくれたりとか、はい、まあ、いろんな人が
やっぱりあのいるんだなっていうのは常々ああいうところで演奏して思うんですけど、でもこのツモローに関しては演奏してたらやっぱり止まる率が非常に高い。そうですね今回答にブランクがありますはい、ということでね。どういうことですかはい、ドン・キホーテ前さんとかでもこうねライブをさせていただいて、はい、あの少しでもね多くの人に知っていただこうと思って、最近はね、はい、あの週末、はい、にゃんばってライブをしているんですけれどもね、はい、はい、続きましての曲もきっと皆様ご存知の曲だと思います。とノラがね憧れている、はい、ロックバンドの曲をカバーさせていただきたいと思います。カバーシリーズっていうのでずっと YouTube チャンネルで毎週上げてますよね。にゃんばってますね。にゃんばってますね。はい。はい、あのちょっと滞る週もあるんですけども、あの、はい、毎週1曲ずつもうなんていうんですかね、その取り直しはするんですけども、いわゆるあの部分的にちょっとこうなんかね修正したりとかそんな一切なく、はい、一発撮りで。ずっと毎週撮ってあげてってるんですけど、さっきの曲も「千のバイオリン」っていう曲名を知ったのが、はいね、この時やこの時やったんです。サビは知ってたんですけども、ね、よく CM とかでも ね、はい、使われている曲ですので、はい、タイトルを知らずにブルーハーツを今まで聴いていたので非常に勉強に、はい、
勉強になっております。ね、全曲カバーしたいなと思って YouTube にこうね、はい、上げさせていただいてるのでね、はい、ニャノラとね調べていただきましたら、はい、もう Twitter、アメブロ、インスタ、ね、YouTube 全部出てくると思いますのでね。有名人ですからね、はい、もう全部出てきますね。猫界では有名人なので人間界でも有名になれるように、はい、頑張っているんですけれども、はい、続きましての曲はね、あのオリジナル曲を、はい、歌わせていただきたいなと思います。オイランの恋の歌を、はい、作詞させていただきました。はい、聴いてください。恋の手本になりにけり。燃えてますね。
だいぶ熱いですけど、次の曲、はい、あれですね、歌詞の中でクラクラと燃えるっていう歌詞が出てきますけども、ね、超えれますかね。もうあなたの山が燃えるじゃなくて私の背が燃えるですね。はい、ということで、ね、ますか。はい、超えていきたいと思います。もう今ので、ね、タイトル言わずとも分かってもらえると思うんですけど、そうですね。ここで歌っていいんですかね。はい、もう熱唱させていただきます。超えるために。Thank you.
く天城越えを歌わせていただきました。生駒山を越えてきましたけどね。はい、生駒山を越えてやってきたんですけれども、ちょっと暑いですね。忙しいですね、来たり運んでいたり。はい、暑いですね。ちょっとね、天城越えは体を使って歌わないといけないのでね、肩にかけてたら落ちるやろうなと思って、ちょっと前もって使い忘れてたじゃないですか、それ。あ、使い大丈夫、ちょっと使い忘れてました、この武器をはい、ちょっと天城越えで使おうと思ってたんですけどね、歌うのに集中してしまっておりましたね。せっかく持ってきたのにはい、ということで天城越えをカバーさせていただきました。次の曲で使ってください。じゃあ次の曲で使えますかね。いや、もう使いこなしてください。そうですね、せっかく持ってきたので次の曲はですね、なんとなんと、あのすぐそこにあるミナーラのテーマ曲をなんと我々担当することになりまして。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと拍手が少なかったですねありがとうございます。あの今日ですね、僕がこのイベント終わった後に、はい、音楽をガンガンにこのテーマ曲流せるように設備のちょっと改良に行ってまいりますんではい、ミナーラに行けば、はい、いやほど聴けるように多分なると思いますので、はい、聴いていただけると思いますのでね、はい、そのミナーラの曲を今から歌わせていただくんですけれども、はいはい、少し告知をねさせていただきたいと思います。告知をお願いします。はい、近々のライブは、はい、明日明日ここですね、はい、ここで、はい、14時からまた、そうですね、はい、今日とは違う曲をね歌わせていただきたいと思います。その他のねイベント情報ね、もう最近イベント情報覚えきれないですよ、はい、あのチラシが、はい、チラシがねありますので、はい、チラシをね持って帰っていただけたらすごくすごく嬉しいのでね、はい、ぜひ1枚お持ち帰りいただいて、まあ、1枚と言わずに2枚でも3枚でも、はい、ね、今日この人数ならば、はい、3枚ぐらい持って帰っていただいても全然大丈夫ですんでではお持ち帰りいただけますよう、はい、お願いいたします。そしてやっぱりあの、はい、奈良出身ということで、やっぱりこの奈良にまつわるところでのやっぱりテーマソングを歌うということなんで、はい、やっぱり皆さんに自慢していただきたいと思います。僕はもうずっと大阪の人間なんですけども、はい、まあ、あのかといってあの十何年前からちょっとこう奈良にいろいろと関わりを持つようになってですね、まあ、奈良.fmで明日ラジオ放送1時間番組やったりとかですね、そういうのもやってますんで、はい、そんなミナーラのテーマ曲を歌う、ね、はい、歌姫ということで、はい、昨日聴いてきたんやねってね、ミナーラでかかってるあの曲を歌ってる猫に会ってきたんやでって言っていただけたら、はいはい、嬉しいです。まあ、これも YouTube に上がってますのでね、はい、ただです、聞き放題、もう YouTube でも聞き放題で聞き放題で、あの今ならあの Twitter のね、あの、はい、このミナーラの、ね、テーマソングをあのしてるツイートがあるんですけれども、それをリツイートしていただきましたら、あの携帯の着信音で使っていただける音源もね、あのプレゼントさせていただいておりますのでね、ぜひリツイートなどもしていただけたら嬉しいです。非常に覚えやすい曲でございますので、じゃあちょっとサビの作用だけちょっと、はい、そのジングル的に作った部分がありまして、それを聴いていただきたいので、はい、ちょっともう一回いきましょう。はい、OK。ちょっと待ってください。もう本編でちゃんと聞きましょう。そうですね。Bye.
ミナーラデナーラテーマソング、はい、歌わせていただきました。はい、あれ、もう終わりですよ。そうですね、はい、今の曲がラストの曲だったんですけれどもね、はい、明日もまた違う曲を、はい、歌わせていただきますのでね、ぜひこの後もステージプログラムはねどんどん続いていきますのでね、ステージプログラムを楽しんでいただきまして、そちらの馬鹿の入ってすぐ右側ではね、あのワークショップなどもねしておりますので楽しんでいただき、そしてあちらの駐車場の向こう側にはね、あのキッチンカー屋台などなど美味しいものもねたくさんございますので、今日は一日、はい、にぎわい味わい結び屋広場楽しんで帰っていただけたらと思います。この後もね MC しておりますのでね、ぜひあのお声かけいただけたりしたら嬉しいです。そしてあちらの方にあのチラシがね置いてございますので、ぜひぜひお持ち帰りください。それではありがとうございました。ザ・キャットハーツ、ニャノラと水森翔太殿でした。ありがとうございます。